現代社会において私たちはさまざまな電気製品を利用して便利で快適な暮らしを送っています。これらの電気製品の中にはコンピューターが使われており、その動作はプログラムによって制御されています。またコンピューター以外にも温度や明るさなど周囲の情報を調べるセンサーや、物を動かしたりするためのモーター、それから音や光で周囲に情報を伝えるために LED やブザーなども使われています。アーテックロボにもコンピューター、センサー、モーター、LED、ブザーなどのパーツが用意されています。これらのパーツはすべてブロックとして互いに接続できるようになっており、組み合わせるだけで簡単に身近な電気製品のモデルを作ることができます。このような特徴を持つアーテックロボを事業に活用することで、実社会でコンピューターやプログラムがどのような働きをしているのかを体験を通して気づくことができ、またそれらがどのような手順で動作するようにプログラムされているのかを考え、実際にモデルを制作する取り組みにも発展できます。アーテックロボのプログラムは MIT メディアラボが開発したスクラッチをベースにしたソフトウェアを使用して作成します。スクラッチはコンピューターへの命令となるブロック型のアイコンを組み合わせるだけで、初心者でも簡単にプログラムが作成できるようになっています。アーテックロボのソフトウェアではセンサーやモーターなどを利用する命令が追加されています。児童は身近な電気製品がどのように動作しているのかを考え、これらの命令を並べることでそのプログラムを作成していきます。アーテックロボの活用例として、6年生の理科電気の利用での取り組みを紹介します。これまでの授業では手回し発電機で作った電気をコンデンサーにため、その電気を利用して電球を点灯する実験を行っていました。この実験の回路にコンピューターとセンサーを組み合わせると、センサーで周りの明るさを調べ、周囲が暗い時だけ点灯するように、電気の流れをプログラムで制御することができます。この体験を通して、児童は身近な電気製品にも同じようにコンピューターやセンサーの働きによって電気を効率的に利用しているものがあることに気づきます。このようにアーテックロボを活用することで、教科の狙いの達成をより確実なものにすることができます。この動画では、アーテックロボを利用したプログラミング教育の実践についてその概要を説明してきました。ソフトウェアのインストール手順やアーテックロボの使い方、各教科内での活用方法については他の動画で詳しく解説しています。ぜひそちらの動画もご覧いただき、児童と一緒に楽しみながらプログラミング教育に取り組んでいきましょう。